おっはおっは男の料理旅です、最近というか前回と引き続き今回も少し会話動画から始めます。前の時間ねだらだら喋っても仕方がないんで一つ私の格言です。何個かあるんですけど父が残してくれた格言というかもう前からあるんですけど、明日がある、さあ明日がある、明日がある、明日がある、皆さんも心の中の秘めてしんどい時にこれを思い出してください。明日がある、おっはあ、明日があるです。おはあ、おはおはおはようございます。男の料理旅です。朝食動画いきます。これちりめんじゃこと豆腐ポン酢かけます。これもポン酢かけます。ちりめんじゃこと豆腐と、ただのちりめんじゃこ、ポン酢両方かけてます。あと、切りぼ、大根の漬物というかたくあんみたいな細かいやつとキムチ、朝からキムチと、あと、即席のわかめスープと目玉焼き、ご飯といただきますと、まずはキムチから、昨日もライブちょっとやったんですけど、1時間以上して二人の方のみでした。なんかちょっと考えなくてねって感じ。ライブは難しいですね。トーク力がないとなかなか、で人が来てくれへんかったらやっぱ会話もね題材がないんでね、今日は何しよっかな。今日もちょっと休みなんですけど、ちょっと仕事のやらなあかんやつをやって。
ご飯が足りません。Ah.